来てたのなならら声くいいかけなさいよね。もうすぐミューズのステージがあるから、セットリストに合わせてプレイリストを作って練習してたの。練習中の歌を聴かせてほしいですって嫌よ。絶対嫌。誰にも聞かれないように練習してたんだから、あなたも盗み聞きしないでよね。 歌うわよ。あなたに聞いてもらいたくないわけじゃなくて。もっと完璧に歌えるようになってから聞いてもらおうと思ってたの。ニコは常にパーフェクトなパフォーマンスしかしないって決めてるから。そんながっかりしないのパーフェクトに歌えるようになったらあなたのところに行くから。い番最初 行くんだからね